ドラマ「相棒」シリーズには東亜民主共和国という架空の国家が出てくるのだこういう設定なのだ作中に変な文字が出てきたのだ観察してみると複雑な音節構造はなさそうだから多分日本語を表記しているはずでアヒル文字というのを参考にしていそうというのが第一印象なのだ。 アヒル文字は江戸時代にハングルを参考にして作られ日本語古代の固有文字だと捏造され神社で使われた記録があってエダンの描き方が特徴的なのだ絵をおでかいているのだというわけで母音は簡単に分かってポリスだから下半分は警察だろうと当たりをつけると死因が4つ決定してそれを上半分に適用するとこうなるから公安 警察だだ。ろうなと予想できるのだ別の場面を見てみるのだまず母音はすぐに分かって最初の3文字は「ホテル」だろうからまた新たに死音の書き方が分かってさっきの警察の情報と組み合わせるとこうなるのだ舞台になっている地名は「シャンレン」なので「ホテル」「シャンレン」だろうから今まで出てきた情報をまとめるとこうなってだいたい何でも読めそうになってきたのだ。 さっきの画像を見返すと隣には竜の絵の上に竜と書いてあるのだ。というわけで別の場面を見ると簡単に読めちゃったのだ。当時が式と書かれていて落音は表記しないことがわかるのださらに別の場面を見るとほとんど全部読めるけど見慣れない文字が3つあるのだこうなるから全部解読できたのだ他の場面も読めるのだ。登場口。出発。 搭乗口、定量タバコ、出口一般客立ち入り禁止